中国国鉄 HXD1 型電気機関車は中華人民共和国鉄道部が導入した交流電気機関車。ドイツシーメンスが展開していた電気機関車ブランドユーロスプリンターの技術をもとに開発された車両で若い1型とも呼ばれる。この項目では HXD1 型をもとに開発された HXD1 バイト型電気機関車。 HXD1C 型電気機関車及び中国国外への輸出車両についても解説する。1990年代後半、当時の中華人民共和国鉄道部は、商山という形式名を持つ整流機やサイリスタを用いた制御方式の交流電気機関車に代わり、より高出力かつ保守が簡素。 電力消費も抑えられるインバータ制御を用いた電気機関車の導入を検討し始めた。それを受け、中国南車系列のカブス電力記者は DJ という形式名を持つインバータ制御の電気機関車を複数試作したが、どれも失敗に終わった。また2000年から2001年にかけてはシーメンスが設計した標準型電気機関車、ユーロスプリンターの技術をもとにした2両。 永久連結式の DJ1 型電気機関車を導入し、ライセンス生産を行うことで、技術移転を目指したものの、保守の面で難があり2両編成20本のみの導入で終わった。その後、2002年に再度中国政府は、世界各地の電気機関車の技術を取り入れ、機関車の近代化を目指す方針を示した。それを受け、カブス電力記者は2004年に、 当時のドイツ連邦の首相だったゲアハルト・シュレーダーが放中した折に自動車やエアバスなどの案件とともに再度シーメンスとの提携を結び220両の電気機関車を生産する契約を交わした。これに基づき2006年から量産が始まったのが HXD1 型電気機関車である。耐震線で石炭列車を経営する。 HXD1 型 HXD1 型は先に製造された DJ1 型と同様シーメンスのユーロスプリンターをもとにした2両永久連結式の貨物用電気機関車である。ただし制御装置に用いる電力素子は DJ1 型で使用されたサイリスタではなく絶縁ゲートバイポーラトランジスタを採用している。石炭列車などの重量級貨物列車の牽引に 対応するため定格出力 9600kW という高出力値を有しているた無線総括制御にも対応しており、長編成の中間や後方に連結された補助、機関車を先頭の機関車から無線で一括制御することができる。2006年から製造が始まり、初期の40両はシーメンスで製造したものが輸入された一方、それ以降はカブス電力記者が車体を 電気部品をシーメンスが製造した。最大2万トン、最大216両もの長編成の石炭列車が走る耐震線に集中導入されている。HXD1 型千万番台降下線ですれ違う千万番台牽引の貨物列車 HXD1 型を構成する部品の中国国産率を高めた形式。制御装置がそれまでのシーメンス製を元にしたものから、 カブス電力記者が独自に開発したものに置き換えられた。他、塗装も HXD1 型から変更された。2012年6月1日から6月7日にかけて、最初に製造された1001号機を用いた試験運転が実施され、好成績を記録している。進化集団所有車両進化集団所有の7004号機、中国の国営企業であり、 国内最大規模の石炭企業である進化集団有限責任講師は2011年に自社が所有する電化貨物鉄道向けに HXD1 型1000番台を元にした電気機関車を導入することを発表した。それまでは鉄道省の方針により海外技術を導入したインバータ制御の機関車を中国国鉄以外の企業が購入することは困難で、 あったが、自由化への方針転換により実現したものである。HXD1 型と同じ2車体連接式、定格出力 9600kW の車両に加え、3車体連接式、定格出力 14400kW という、さらに高出力の機関車も製造される。また外見は、HXD1 型とは異なる丸みを帯びた。 前面を持つ車体となり、前方下部の前照灯、微灯の間には、進化工の文字が造形されている。営業運転の開始は2013年からである。0404号機2009年から製造が開始された貨物用交流電気機関車。定格出力は HXD1 型と同様だが、車体を車軸配置 COCO CO の短期タイプに変更し汎用性が増している。 貨物列車を牽引する HXD1C 型、シーメンスの技術を用いて生産された HXD1 型、HXD1 バイト型の実績をもとに主要機器の国産部品の比率を高める形で2009年から製造された貨物用交流電気機関車。定格出力は7 2 0 0ットと減少している。カブス電力機車に加え使用機車も製造に。 参加している。アディスアベバジブチ鉄道の旅客列車中国の支援で建設され、2018年1月1日から営業運転を開始したアディスアベバジブチ鉄道には中国製の客車などとともに HXD1C 型と同型の電気機関車が導入されている。2016年、カブス電力記者はセルビア電力産業公社が運営するニコラーテスラ、 火力発電所の専用船へ向けて電気機関車を製造する契約を交わしたことを発表した。これは東南ヨーロッパにおける初の中国製電気機関車の輸出事例である。定格出力は7 0 0 0ット設計最高速度は時速1 4 0トルで HXD1C 型を元としながらも欧州基準に合わせた設計に変更されている。 2017年10月19日から使用を開始し、老朽化した旧型機関車を置き換えている。マケドニア鉄道は、交流 25KV50Hz 電区間で、貨物列車牽引に使用していた従来の電気機関車の老朽化を理由に、2017年に欧州復興開発銀行からの融資の一部を使い、中国駐車と新型電気機関車4両の製造契約を交わした。 カブス電力記者が製造を担当した、この電気機関車は443型という、形式名が与えられ、2019年5月に最初の一両が落成し,し、主運転を開始している。最高速度は、時速 120km、最大総重量1600トンの列車を短期で、牽引可能な設計となっており、セルビアとギリシャの両国共感を結ぶ南北回廊。 と呼ばれる幹線での運用を予定している。なお、マケドニア鉄道は2015年に、カブス電力汽車製の電車、機動車を導入した経歴機を持つ。ありがとうございます。